ベーラヤ・ゼムリア諸島は、ロシア領ゼムリアフランツヨシファを構成する、島諸群である。主に2つの島とアデレード島で構成される。ベーラヤ・ゼムリア諸島は45キロの広い海峡によって、フランツ・ヨーゼフ諸島の主要部から分離されている。南方に、セベロボス島地縫い海峡があり、クレームベル島と隔てられている。最高点は、エバリブ島の381メートルである。 全長25キロの島で、ベーラ・アゼムリア諸島最大の島である。エバ島は、フリチョフの妻、エバ南線にちなんで命名された。全長2キロほどの小規模な島であり、エバリブ島の西端から南西へ5キロ離れたところに一致している。島名は、フリチョフ南線の母親であるアデレーダ・ユハンナテクラが由来である。全長8.2キロの大きな楕円形の島で、 アデレード島の南方2.5キロに位置している。フリーデンはドイツ語で平和を意味する。同諸島は1895年8月5日にノルウェーの探検家フリチョフ南線により発見された。フリチョフは発見当時地図に4つの島を描いたが、後に行われた調査により4つではなく3つの島で構成されていることが明らかになった。これはこの諸島を当時横断していた。 永久氷の限界ラインによって、フリチョフが氷に覆われた土地を海と見間違えたからだと考えられている。ありがとうございます。